この意識の要塞がいかにして出会い、どのような物語を紡いでいくのか、皆さんその目で近くに、その身で近くに追いついておいてください。それでは参りましょう。後世を永遠に継がれるこの時間、その一つ目の物語、夏物語第1章、太陽山田修理の日記で。
どうも。